神田川は今日も美しいですね。静かで、穏やかで、私たちを見守っているかのよう。ミスダさん、お話ししなければならないことがあります。え？何か嫌な予感がするのです。嫌な予感とは？この川が穏やかなのはジェットレースという儀式で地脈を安定させているから。ええ、全て神事のおかげです。でもそろそろ私たちの力を凌駕するような想像もつかない恐ろしいことが起こる気が。想像もつかないような恐ろしいこと？それは何かは分かりませんが、ですがこのままでは間違いなく起こります。そんな、何としてでも食い止めないと。ちょっと、試合するって呼び出しといて何おしゃべりしてんのよ。こっちは暇じゃないの？アイドルの仕事もあるんだから。すみません、気づきませんでした。お待たせしてすみませんでした。すぐにレースを始めましょう。川のために一刻も早く儀式を行う必要があります。何でもありません。すぐに参りましょう。秋葉原電水街の外周を回るこのコース、沿道の観客もレースの開始を今か今かと待ちわびているぞ。ジェットレースの基本動作が組み込まれた長めのコース、シンプルな構成だからこそ小手先のテクニックでは勝てない。盛り上げてやるからね。3、2、1、スタート！さてさてね、今日も思いっきり走っちゃいますか。最高に楽しませてもらうよ。気のせいでしょ、何か見なされてるでしょ。ぼーっとしてんなよミスだ。負けたら承知しねえからな。これくらい。はい、ゆっけっとだよ。狙われています。全力出しちゃうよ。バリーダー、よくはありません。応援ありがとう。来ています。使えます。地脈を沈めましょう。後ろ飛ばしていくぜ。ブーストブースト、どけ。これもすべて地脈の安定のために。狙われちゃってる。
都合がいいですね。これはすべて。さあ、私に脈動安定のために。スペシャルなやつ、準備完了だよ。オレオレオレトップだ。使えますね。いきます、狙われています。捕捉しました。最後まで気抜くなよ。なんこれ。玉木さん、大丈夫ですか。絶好調に決まってるだろうが。そんな心配そうな面見せるなっての。なんかいつもと様子が違う感じ。走りに影響は出てないけどね。何が起きたんだろう。ターゲット捕捉しました。かっ飛ばしていくぜ。これを使いましょう。これもすぐ後ろ。地脈の安定のために捕捉しました。かっ飛ばしていくぜ。務めを果たすことができました。これで恐ろしい何かを封じられていればいいのですが。あれ、玉木さん。ちょっと何なのよ。こっちに来て玉木を止めてよ。ツイさん、ディナさん、どうかなさったのですか。もこうしたもないよ。風花ちゃんが暴れてるの。止められるのはあなただけでしょ。うっせえぞヘロヘロキッチン。負けたんだから罰ゲームって言ってるだけだろうが。ヘロヘロキッチン、ちょっとヘルズキッチンで呼びなさい。だからキーキー叫ぶなって。敗者は敗者らしくおとなしくしてろっつうのは。これから罰ゲームしてやっからよ。どうしたのでしょう。人格が変わるのはレース中だけなのに。もしかしていのりちゃんの対処法がわからないの。二人とも迷惑をおかけしてすみません。彼女の本意ではないはずです。どうか気を悪くなさらないでください。うん、別にいいけど。大丈夫なの。わかりません。もしかしてさっきの嫌な予感と何か関係が。ミスだ。何しょげた顔してんだよ。勝ったんだから喜べよ。うわ、玉木さん。なんだよ怖え顔してよ。行きましょう。ここにいては迷惑がかかりますから。おい、ミスだ。どこへ連れて行く気だよ。
試したいね。